フィットレインプレゼンツ、ベルマーレサッカーチーム VS ベルマーレフットサルチーム、禁断の PK 対決来ました。この禁断がまさかの解禁ということで、待ってました待ってました。それでこのね、禁断の企画が来ましたけども、豪華なメンバーが揃ってのこの企画なんですけど、どうですもん、タイガー、まあ、でっかいゴール多分やったいと思うんで、余裕で勝てるという畑選手に対して、マキロ選手どうですか。久しぶりの天然芝のグラウンドなんですけど、そうか、いつもは床で体育館でやってるんですけど、ここはちょっとよくない、強気の意見よ。あ、これはあ、そうね。ということでね、あのベルマーレらしい企画なんですけども、佐藤社長、はい、どうですかこの企画に対しての思いだったり。いや、やっぱり F 対 J といえばね、はい、歴史がかなり長くて、そうですね、あのフットサル対決やったんですけど、なんと前回負けてしまうという失態を犯してるんで、サッカーチームの勝ちということですね、はい、なんで今回はサッカーのフィールドで必ずフットサル勝ちます。ルールを説明するんですけども、はい、ゴールはこのもう見ての通りサッカーゴールですね。でボールは、はい、フィールド選手持ってますけど、このフットサルのボールちょっとちっちゃいですね。どうですか監督、ちょっと触ってもらって、大きさいつもと大丈夫です。ありがとうございます。ありがとうございます。ボールに変わりないということで、このボールを使ってPK 対決をしてもらうと。平等ですね。平等ですよね。言い訳できない、どっちも、はい、で負けた時はもちろんね、やっぱ罰ゲームないと面白くないなということで、代表として島さん、ちょっと罰ゲーム、まあ、伝統の腕立てで、はい、10回少年、じゃあしっかり腕立て、はい、あのカカカカじゃなくて YouTube で晒しますね、晒し腕立てて、はい、あ、じゃあ10回負けたチームは腕立て伏せを10回するということでいいですかね、はい、まあゴールマウスを守る2人いますけど、谷選手ちょっと意気込み、もう全部フットサルのルールが良かったんですよ、ね、おじゃあズバリこれスコア予想ちょっと聞きたいんですけど、どうです。まあ一本止めればいいかないや意外に意外に弱気だな配置につきましょう、はい、PK ダッツスタートです。お願いします。さあということでね、先行はサッカーチームということで、サッカーチーム最初のキッカーはウェリントン選手です。それではじゃあウェリントン選手、さあ慣れないフットサルボールをうまくこうね、ゴールマウスに突き刺してほしいですけども、ちょっとバトル始まってますね、これ。いいバトル始まってますよ。さあしっかり縫い目を意識してるのかな、これはしっかりとボールを置いて笛でいきますのでね、はい。さあということでね、まずはサッカーチームウェリントン選手のキックということで、それではウェリントン選手お願いします。ゴー、ウェリントン、パフォーマンスもいただきました。素晴らしいコースですね、素晴らしい、これは取れない、素晴らしいコースにまずはウェリントン選手突き刺しました。先行サッカーチーム1対0と、さあそしてフットサルチーム最初のキッカーはロドリゴ選手です。ロドリゴ選手、昨年度 MVP そして得点王という素晴らしい活躍でございます。準備はいいですか。いいね、ちょっとすごい、これは駆け引き始まってますね。それでは行きましょう。ゴー、ロドリゴ、素晴らしい、カメラが入りました。素晴らしい、力強い、これは取れないでしょうという素晴らしいゴールで1対1となりました。そしてサッカーチーム続いては畑大我選手でございます。さあまた駆け引き始まってますね。さあ行きましょう、畑選手準備いいですか、行きましょう。タイガー、これはヒヤヒヤしたんじゃないでしょうか。フィユーザ選手しっかり読んでましたけど、力でねじ伏せたという感じですかね。畑選手しっかりとねじ込んで2対1と、そしてフットサルチームは牧野選手、若手のホープ、さあ久々のスパイクを履いたということで、弟から借りてきたというスパイクでございます。さあこれが吉と出るか、いいですか準備は。じゃあ
牧野選手いきましょう。はい、いけんのか。ゴーゴーゴー牧野。しっかり逆をついた。ちょっと悔しいんじゃないでしょうか、谷選手。なかなか取れない。さあこれで2対2という形でございます。そして続いては監督対決でございます。サッカーチームからは山口監督が登場でございます。さあふくらはぎは誰よりも太い。さあ行きましょう。さあいやゴー、いやゴー、素晴らしいゴール、さすがというゴールでございます。監督これはすごい、これはなかなかできないんじゃないでしょうか。さあサッカーチーム山口監督はコロコロ PK でしっかりとゴールを揺らしました。そしてフットサルチームは井川監督、さあちょっと頭の中ぐるぐるしてるんじゃないですか。さあじゃあ準備いいですかね。いきます、井川監督。しっかりとちゃんとしたキックを、これはちょっと誰も取れない。サイドに突き刺しました。これで3対3。そして続いてはアンバサダー対決ということで、サッカーチームからは石原直樹アンバサダーが登場でございます。それでは行きましょう。これはきつい、吹かすというのはちょっとこれはきついんじゃないでしょうか。石原直樹、これは本当にガチでの本当に申し訳ない顔します。さあもう勝ったみたいな雰囲気出てますけど、フットサルチーム佐藤社長補佐する役目の島村がこれは本当にどうしてくれるのかという一番目玉じゃないですかね。それでは島村さん行きます。ありがとう。これガチのやつやん。ガチです、ガチです。ガチのやつやん。さあ面白くさせました。これで一番喜んでるのは石原さんじゃないでしょうか。すごいいい顔、いい顔してます。さあそしてちょっと電話が鳴ってるような、ちょっとはい、ちょっとすみません。はい、ありがとうございます。右ですか。右、かしこまりました。ありがとうございます。水谷社長、ちょっと今日不在なんで右に切るということで私切ります。シャーなしなんですけど、準備してないんですよ全然。ちょっとじゃあ準備不足ですけど、すいません。準備してねえんだよな。右ですよね。右ですね。OK。はいはい。ラボネ、ラボネ。OK。よし。ありがとうございます。シャー！フューザーから見て右や。社長やりました。ありがとうございます。よし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 、よかった、社長に報告だ。さあ最後のキッカーということで佐藤社長の登場でございます。それでは佐藤社長よろしくお願いします。ここで勝負強い、素晴らしいセーブを見せましょう。ということで素晴らしい VR、 ちょっとこれは完璧でございます。
素晴らしい。谷光生、ここでやりますか。なんかちょっとずっとなんか大丈夫ですか。なんか言いたそうでしたけど。VR ね。VR。細か。細かいな。素晴らしいチームワーク。盛り上げてくれました。ありがとうございます。素晴らしい対決でしたけども、これね、負けたら何かあるっていう話でしたけど、シャトランと腕立てっていうダブル入ってますけど、あれですよね。じゃあちょっと行っていただきますか。いいですか。大丈夫ですか。なんかお尻出て、なんか浮いてる人いないですか。大丈夫ですかね、はい、ああ、いいですか。じゃあ行きましょう。1 2 3 4 5 6 大丈夫ですか。6でちょっとなんか監督さん、監督、いくの監督、ちょっと下がってない。監督さん、ちょっとつけましょうね。次なんか 5でした。5だっけ。6 6 7 8 まだまだ9。どうでした、今日の感想なんか。いや、もうちょっとフットサル寄りのルールでもよかったのかな、はい、あ、確かにね、フットサル選手でちょっとね、ちょっとかきつかったかもしれないですね。あ、確かに慣れないね、ゴールあったし、グランド、はい、ありがとうございます。いや、どうでした、タイガー、この対決は。めっちゃ面白かった。めっちゃ面白かったですね。まあ、余裕でした、ね、あ、最後までね。どうでした、フューズ選手、ゴール守りましたけど難しかった。難しい、久しぶりでした。あー、確かにゴールちっちゃいですもんね、フットサルはね。久々、次フットサルになります。あ、入りました。次はフットサルで、ガチで。全然違う。どうでした、監督、どうでした。いや、面白かったです。よかった。次回はフットサルでガチで対決しようっていう話ですけど。やるしかないです。あー、もう次回決まった感じですかね。ホームアンドアウェイでもやると。社長、どうでした。普通にスーパープレーを見てしまいました。本当ですね。あの土壇場で止めた、どうでした、あの駆け引きやっぱあったんですか。まあ、最後はやっぱ自分が持ってこようって最初から思ってたんで、まあ、プラン通りだったかな。いやいや、さすがですわ。素晴らしいね。で、しっかりと外しましたけど、アンバサダー石原アンバサダーもしっかり外したんで、もう一回やり直す。いやいや、もういいよ、もういいんですよ。どうですか、ウェリントン選手も面白いね。じゃあ次回はフットサルガチでやるということで、ホーム&アウェイの方式でやりましょう。リベンジでね。はい、ありがとうございました。ということで、フィットレインプレゼンツ、サッカーチーム VS フットサルチーム、以上になります。ありがとうございました。素晴らしい対決でした。ご協賛していただいたフィットレインさんは、僕らフットサルクラブがトレーニングで使用させてもらっています。皆さんもぜひご利用ください。お願いします。お願いします。